サミーラレッティはインドのボリウッドで活動していた女優。ボリウッドの他にテルグ語映画、タミル語映画、マラヤーラム語映画でも活動していた。デルグ人の父とカンナダ人の母の家庭に生まれる。母ナクシャトラは娘たちやメディアからニキの愛称で呼ばれ、微生物学者として NGO と協力して活動していた。姉が二人おり、メグナーレッティはビデオジョッキー。 スシャマレッティは女優、モデルとして活動している。サミーラはムンバイのボンベイスコティッシュスクール、シデンハム商業経済大学で教育を受け卒業した。彼女は自身についてお天ば娘、家族の中の醜いアヒルのことを表現しており、私はふっくらしてメガネをかけていたので、19歳になるまで魅力度はかなり低かったですと語っている。 2014年1月21日に実業家アクシャイ・バルデと結婚し、マハーラーシュトラの伝統的な結婚式を挙げた。2015年に息子、2019年7月12日に娘を出産した。1997年にガザル歌手、パンカジューダースのミュージックビデオ、アワー・アヒスタに出演した。2000年代に、 サラバナスッパイアーのシチズンで女優デビューする予定だったが、最終的に出演は見送られた。彼女はボリウッドで注目を集め、2002年にソーヘル、カーンのメ演ンディルトゥジュコジアでヒロインに起用され、女優デビューした。2004年にはムーサフェアでアニルカプール、アディティア・パンチョリ、コエナミトラと共演している。2012年に、 ミススリランカオンラインの審査員を務めた。2014年にバルデと結婚した直後、女優業からの引退を発表した。サミーラレッティ、ありがとうございます。